後ろにバントさせた結果空振り三振わらわらわら。バントだけは勘弁。俺が見始めたらこれですわわら。はぁ、くだらねえ。河合は何を教えてるんだ？ちっともバント上達しねえわ。阿部も頭固かった。鈍足岡本が二塁ランナーでフォースプレーになるのにバントってアホなん。ダメみたいですね。バスターしろ。阿部が払い上にバント大事なのはきついな。阿部バントミスってイラつくからスリーバント。ほんとバント大事やめてほしい。どうしちゃったのよ後ろあら。阿部も大概だったな。どう見ても成功しそうにないのにアホ監督。大城下手になってるやん。ど真ん中バント空振りは草。意味がわからない誰か説明して。バントにここまでこだわるのはさすがにどうかな。マジで去年大城にバントやらせてたの阿部説。1年間この采配また見させられんの？やべえこの野球見るモチベーション保つの大変だわ。ホームラン期待できる打者にスリーバントて。一気にクソ監督ポイント上がったな。バント下手クソすぎるわ去年だけやんけ。去年めっちゃ上手かったのにどうしたん？得点効率よりメンツを取る指揮官にだけはなるな。終盤で同点とか1点が重い時ならいいけど序盤はガンガン攻めてほしいんだけどな。見事な原野球の継承。下手に転がして併殺になるのを嫌ったな。スリーバントさせる意味あるか？阿部データ活用してそうなのにバント脳だけ抜けてないのきつい。ご視聴ありがとうございました。